暗くなる天候というほどのものを一途に咀嚼し尽くしてしまいたいのだが、かといってどうにも辛くなり、いつの間にか汗をかくように握りしめた手の内に名付けようのない粘着性のある物質を感じている。離そうとしても紛れもなく離れはせず、水切るように何度も何度も振り切るが一向に離れそうもない。前方に少しずつの傾斜をして、なだらかな稜線がみるみる立ち上がり、キラキラと光って見えるのは幻かもしれない。寒くもなく、暑くもなく、暖かくもなく、涼しくもないのだから。つまりは、季節と呼べるものほどが、ここでは移りすぎていかないということではないか。なおもその物質の壁に、次第に波向かって歩んでいる。どうやらその稜線は、ある種の人工的な直線や、曲線が見られるようである。この巨大な塊における、ある種の謎めいた装いは、さらにも増殖していく気配である。だからというわけではないが、なおも暗くなる天候というほどのものを、一途に咀嚼し尽くしてしまいたいのだが、かといって、どうにも辛くなり、いつの間にか、汗をかくように握りしめた手の内に、名付けようもない粘着性のある物質を感じている。離そうとしても、紛れもなく離れはせず、水切るように何度も何度も振り切るが、一向に離れそうもない。前方に少しずつの傾斜を押して、なだらかな稜線がみるみる立ち上がり、キラキラと光って見えるのは幻かもしれない。寒くもなく、暑くもなく、暖かくもなく、涼しくもないのだから。つまりは、季節と呼べるほどのものが、ここでは、だからというわけではないが、なおも暗くなる天候というほどのものを一途に咀嚼し尽くしてしまいたいのだが、探しに行かなくちゃ。何を？昔小さかった時になくした言葉を。大切なの？私にとってはとても大切。そう。あなたは？あなたは違うの？そうね。私はこれから出会う言葉の方が大事。でも、なくした言葉を見つけることも出会いじゃないかしら。それなら、出会う言葉はなくした言葉と同じなの？きっと、同じくらい大切なの。なくすために出会うの？出会うためになくすの？水の糸、堆積物に紙のように取り込んでいる。
しゃがみ込んで目を近づける。その微細なサイン、涼しい。凝らせばどこまでも揺れていて、ひときわ糸状の印象が高まった。柔らかなものしばらく浮き上がった。ゆっくりと降りてくる水の糸、堆積物、紙のように取り込んで、しゃがみ込んで、目を近づける。その微細な差異、涼しい。凝らせばどこまでも揺れていて、ひときわ糸状の印象が高まってくる。柔らかなものは、しばらく浮き上がっていつも、ゆっくりと降りてくる。花地のお父さん、花地のお父さん、花地はどこ？花地はどこにいるの？すいません。
ハナジを知りませんか？ハナジ？はい。ここにあるのは文字だけですよ。ハナジを知りませんか？ハナジ？はい。ここにあるのは文字だけですよ。ここにあるのは文字だけですよ。ここにあるのは文字だけですよ。おそらくは誰もが言葉から自由であるはずがない。踊っているのは本当の言葉だけです。言葉は本当のことを言おうか。誰もがこの国では自由で言葉をしたいです。もう踊っているのはこの国では、おそらくは誰もが言葉から自由であるはずがない。本当のことを言おうか。踊っているのは、もうこの国言葉だけです。したいです。本当のことを言おうか。おそらくは誰もが言葉から自由であるはずがない。この国では踊っているのは本当のことを言おうか。言葉だけです。言葉は本当のことを言おうか。言葉はもうこの国でおそらくは誰もが言葉から自由であるはずがない。踊っているのは言葉だけです。ハナジー、ハナジ、ハナジね。あなた、ハナジよね。ハナジ、あのね、私探してたの。ずっとずっとハナジを探してたの。だって、ハナジは私の言葉を知ってる。私の探してる言葉を知ってる。きっと知ってる。だからハナジを探してたの。ねえ、ハナジ教えて。私の言葉を教えて。お願い、ハナジ。君は砂漠の海を歩いたことがあるかい？砂漠の海？いいえ、歩いたことなんてない。知らないわ、そんなもの。砂漠の海って何？君
君はもう言葉なんて探さない方がいい。その方が幸せだよ。幸せ？どういうこと？私はずっと言葉を探してきたのよ。ずっと花路を探してきたのよ。私の大切な言葉と出会うために。もう一度言うよ、言葉は探さないで。なぜ？ただいま。
ハハハハ。